新型コロナ特措法で岸田政調会長に噛みつく萩谷弁護士って。自民党の岸田政務調査会長はテレビ朝日の報道番組で、新型コロナウイルス対策の特別措置法について自粛要請に応じるか、応じないかで不公平感がある。罰則などやり方はいろいろあるが、公平性を維持するために強制力を考える議論はすべきだと述べ、強制的な措置を可能とすることも含め、法改正に向けた議論を進めるべきだという考えを示した。タレント業も兼ねる弁護士の萩谷舞子氏がすぐさま口を差し挟んで、法案の準備に時間がかかるなんて話は残念。国民の絶望感が分かってない、知事の権限は強めた方がいいと声を上げた。さらに勢いついてか。強制的措置含めた新型コロナ特措法改正議論を、国会で急いでほしい、有事なんだから、憤りを感じると岸田政調会長をなじるように責め立てた。多分局スタッフの用意した筋書きだったろう。その時、小松康志アナは落ち着いて萩谷弁護士が息巻く中、2月にこの番組で萩谷さんは強制力はいらない。もともとの特措法で対処できると言っていましたとさらりと言いし、岸田氏の説明をぶち壊そうとする意図を瞬と消化させた。小松アナは客観的に物事を観察できている。本来の報道の姿勢に揺るぎがない。数日前に別の放送で、常々反安倍政権論に肯定しまくる青木治コメンテーターが立ち往生する場面を見た。彼によれば、ジャーナリストは物事を批判するのが仕事、でも対案は出す必要はない、とのこと。語るに落ちるとはこのこと。ジャーナリストは好き勝手に物事の批判を並べ、世間を煽り、解決、改善には知らんぷり、無責任な言いっぱなし家業ですよと開き直っていたのだ。岸田氏は政策立案推進の責任者だ。その当事者を迎えてジャーナリストを名乗るコメンテーターが、相手が語る先から批判を試みるのは本末転倒だ。視聴者は米氏の自己満足に付き合う義理はない。そこを小松アナはよくわかっていたと思う。お聞きいただき感謝申し上げます。